皆さんおはようございます、BGM チャンピオンシップ、いよいよ最終日となりました。今日は寒いですが、ですね、現在の気温15度ですね。寒くないです、おはようございます、とても過ごしやすいですね、今日の最高気温はですね19度ぐらいまで上がる予報になっておりまして、めちゃくちゃいい天気となりました。こんな感じでギャラリーの皆さんもですねたくさん入っていただいております。すごいいい天気です。平和 BGM チャンピオンシップ、大会最終日の練習場の模様ですね、お届けしております。皆さんおはようございます。大混戦となった今大会ですね、現在は15アンダーの、地元の星野陸也選手がトップですが、本当にもう誰が優勝するかわからないような感じですね。おはようございます。おはようございます。あ、すごい、もう逆光で見えない、逆光で見えない。一番近場の選手、こちらで練習している選手は木下優太選手です。よっ、青空が最高なんです。そうなんです、めちゃくちゃいい天気になりました。最高ですね。木下優太選手、そして先ほどちょっと逆光で見えなかったのがこちらが大岩選手。はい、おはようございます。バンカー練習してます。あ、中西選手いらっしゃいますので、ちょっと後でご紹介しますね。こちらが大岩隆一選手です。ございます。おはようございます。インスタライブです。インスタライブです。インスタライブです。何見てます？青空が今ですか？4万8千人ぐらいですか、ね？やばいっす。そう。嘘。ね、本当ね、今回すごいいい天気なんで会場来てほしいですよね。本当ね。今日とかも超あったかいんで。超あったかいですよね。そう、でもね、皆さん気温どのくらいですかってすごい質問来てます。今さっき言ってました。16度ぐらい、16度ぐらいですね、はい、そう、僕も調べたら今15度だったんですけど、降ったらちょうど暖かいぐらいね、はい、この後20度ぐらいまで上がる予報なんで、はい、はい、今日も一日頑張ってきてください、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。おはようございます。そしてこちらが中西直人選手。早速やっていただきました。あの DDT を、はい、がジャパンゴルフツアーさんが、はい、インスタライブを始めました。お、出ました、はい、私です。あ、曽我さんがやってくれてるんですけど、 あんまり個人名出さないように。ガーソーさんがガーソーさんが撮ってくれてるんですけど、あっちかなと思って。そうなんです。いないなと思って。そうなんです。パッと見たら、パッと見たら。後ろパターンです。後ろパターン。珍しいパターン。はい。今日はちょっとタイプ C ですね。そう、タイプ C で行きました。ありがとうございます。乗り突っ込みありがとうございます。ありがとうございます。ハロウィンなんで。そう、ハロウィンなんで。後ろの子供たちもハロウィンカラーで来てくれてるんで。あ、本当ですね。ハロウィンカラーです。ありがとうございます。トリックトアトリートって言ったら、あの選手から何かもらえるかもしれない。あ、言ってみよう。トリックトリート。トリックトリート。トリックトリート。そうなんですか。言った。言いました。今日いっぱいボール持ってきたから。お。
やったよかったよかったよかった、すごい。ハロウィンカラー、5歳以下にします。5歳以下ね、頑張って。ありがとうございます、ありがとうございます。今日たくさんボール持ってきてるらしいので、来場されてる皆さんにはね、中西選手からプレゼントがあるそうです。お、すごい、さすが中西さん、ありがとうございます。あ、岩本君山本チャレンジして、ずっとワンショルダーでキャリーするんですけど、今日は18ホール中9ホールはワンハンドでするらしい。ワンハンドチャレンジ、腕もげそうっすね。トリックアート、トリックアート。腕もげそう。大変な使命を担ってる山本くん、ワンハンドチャレンジ。トリックアトリートって言ってもらう。はい、ワンハンドします。皆さんぜひトリックアトリート行ってみてください。ワンハンドチャレンジするそうです。なんはい、ごめんなさい、頑張ってきてください。はい、いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。あ、いってらっしゃい、はい、いってらっしゃい。すごい、これから観戦来るのでボールください。ぜひ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 お願いします。おはようございます、モーニング。でこちらは時松隆光選手、ちょうど今到着です。おはようございます、おはようございます。素振り中ですね。すごい今日ウェアいいですね、ウェアがいい。おはようございます。ウェアがすごい青空とマッチしてる感じで明るいウェア、ありがとうございます。すいません、もう最終日になっちゃいましたけど、はい、ナイスコンディションになりましたね。今週は素晴らしい天気でしたね。もう4日間ともね、いい天気で本当に今日も楽しんで。あ、勝負の赤ですかって質問来てますけど、時松選手的にはそうでもないです。分かんないです、分かんないですよね。洗濯サボってて、これが残ってる。そうなんですか、そうなんですか。今日ちゃんと洗濯します。なんか珍しいですよね、赤はってきてます。あ、なかなか着ない。あ、でもすごい似合うってきてます。ありがとうございます。時松選手大好きです。ありがとうございます。ハートマークが、ありがとうございます、ありがとうございます。すいません、練習中。よろしくお願いします。はい、隣には中島啓太選手が到着です。ケイタ君おはようございます。すみません、インスタライブです。あ、テーピング、あの乾燥肌なんで。あ、乾燥肌なんだ。赤切ればっかり。あららららららら、本当だ。痛そうですね。必須アイテム。必須アイテム。え、薬塗ってもダメですか？塗ってはいます。はい。あんまり。響けやってやつ。わかります。わかります。わかります。それ塗ってもあんまり、あんまり良くない。本当ですか？確かに昨日もね、テーピングやってましたもんね。そこの指だけですか？この指が一番痛いんで。でもある。うんだけ、まあ、あららら、まあでも今日最終日なんで、いいハンドクリームあったら教えてください。あ、皆さんいいハンドクリームあったら教えてください。中島選手頑張って、爽やか。今そちらに向かっています。ぜひぜひ待ってます。ケイタさん待ってるそうです。待ってます。すいません、じゃあ今日も一日よろしくお願いします。
島啓太選手でした。そしてあ、森谷さんだ。森谷さん、おはようございます。あ、おはようございます。元気ですか。元気です。元気ですか。今日も一日よろしくお願いします。こちらはあ、おはようございます。おはようございます。泉田大二郎選手、アロンアルファ、いや、すいません、なんでもない、アロンアルファ、いや、中島啓太選手が、うん、あの手のひび割れがひどいんで、あ、おはようございます。乾燥してるんですね。そう、なんかいいハンドクリームあったらって言ったら、アロンアルファってどうですかね。おはようございます。イースタライブです。よろしくお願いします。もうインスタフォローしてください。ぜひぜひ。いや、でもこの前あの4連発写真、あれ結構評判良かったです。マジですか。はい、ありがとうございました。もうなんかリクエスト、リクエストですね、はい、いいっすか。ちょっとこちらからリクエストしちゃって、ぜひぜひポーズね。ポーズ、はい、新しいポーズ。そう、でも最近ね、最後のあのポーズ、猫耳、違うか、グッバイ宣言ポーズ。あ、そう、グッバイ宣言ポーズ。あれね、よく見たらね、違ったよね。そう、あ、よく違った。いや、でもいい。難しいね。難しい。練習しておきます。お願いします。皆さん、ぜひあの泉田選手のグッバイ宣言ポーズ、インスタに載ってますので見てみてください。宣言ポーズ。はい、ありがとうございます。あ、泉田さん頑張ってください。たくさんコメントいただいてます。そしてこちらはスンスハン選手。あ、どうぞ。はい、そしてこちらは現在3位タイの岩崎あぐり選手。おはようございます。おはようございます。インスタライブです。現在の視聴者数86,000人。笑われました。キャディーの湯本海志くんです。今ので何番ですか。あ、今ので9番。150ヤードぐらいですか。9番。160ぐらい。9番アイアンで160ヤードだそうです。アディダス似合ってる。9番アイアンで160ヤードってどうなんですか、海志くん。中の上ぐらい。中の上ぐらい。中の上ぐらい。
しいですよ。130以下はどう打つんだろうって質問来てますけど、下の番手ですね。はい、ベンチいっぱい入ってますからね。繊細なコントロール、繊細なコントロール、繊細なコントロール、針の穴に糸を通すようなコントロール、針の穴に糸を通すようなコントロール。ウェッジ、あ、本当だ、いいですか見て。はい、ウェッジいっぱい入ってる。3本、3本だ。あ、50、60、56、これを打ち分けるわけですね。なるほど、なるほど。じゃあ、わー、すげえ球だね。じゃあ今日一日頑張ってきてください。ありがとうございます。凌介選手です。現在木下選手も3位タイですね。本当にね、もう誰が優勝するかわからないような白熱した展開となっております。皆さん半袖なんですね。そうですね、もう岩崎さんはちょっとまだ長袖着てますけど、もうだいぶ練習するにはもう暑い感じですね。木下さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。もう暖かい。半袖なんですねってね、今ちょうどコメントが来てたんです。全然暖かいね。今気温ね15度ぐらいだったんですけど、はい、なんか本当にもっと暑く感じますよね。ね、いつものおからのシャツのイメージ、今日はちょっと違いますね。今日はそうですね、シンプルで、はい、ズボンをちょっと柄のあるやつにしようと思って、はい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 、タグついたまま持ってきたんですけど、ええ、初めて履いたらちょっと裾が短すぎてそうだったんですか。トラブル発生、はい、なるほどなるほど。それで急遽シンプルな、はい、ちょっとね下のズボンが合わせられなかった。今は何番アイアンで練習してるんですか。あ、これは6番アイアンだそうです。うわ、いい球ですねいい打球です。6番アイアンだそうです。6番アイアンで200ぐらいですか。いやー、190ぐらい。ふわー、これで190ヤードぐらいです。すいません、ありがとうございました。そしてこちらは星野陸也選手。木下選手は何時スタートですか。木下選手は
ラスト前一つなので9時50分ですね、スタートになります。おはようございます。現在単独トップの星野陸也選手、はい、頑張ってきてください。ありがとうございます。あ、星野プロファイトです。ありがとうございます、星野選手地元でもありますからね、本当に頑張ってほしいですね。現在通算15アンダーで単独トップの星野陸也選手、最終日いっちゃいましょうね、行ってほしいですね本当に。たくさんギャラリーの皆さんもお越しいただいております。本当にありがとうございます。あとその時にサインありがとう言っときます。過保にします。ありがとうございます言っときます。今日のテレビ中継はですね、BS 朝日の方で、13時から、放送する予定です、今回のですね、平和 PGM チャンピオンシップ、まあ、最終日なんですけどね、本当にあの、1打差にもうひしめく大混戦となっておりますので、皆さんぜひよかったらテレビの方でもねご視聴してください。でね、あの本当にあのPGM 石岡ゴルフクラブ東京駅からまあ大体1時間半ぐらいなんですけど、インターネットの方でですね、チケットの方も購入できますので、よかったらもしお越しになれる方は会場で観戦してください。皆さん本当に今日はですね、ありがとうございます。そろそろお時間となりましたので、インスタライブの方はこの辺で終了させていただこうと思います。この後の模様は BS 朝日にて13時から放送予定です。皆さん今日もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひぜひもしよかったらね、会場の方にもお越しになっていただいて、選手のね、観戦をお願いいたします。ライブもうこちらこそありがとうございますです。またね、インスタライブ練習場の模様次回もお届けしたいと思います。皆さん今日もご視聴していただきましてありがとうございました。ライブありがとうございました。こちらこそありがとうございます。またぜひ見てください。それではこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。あ、楽しかったです。ありがとうございます。それでは失礼いたします。ありがとうございました。